千里休編続きからやっていきましょう。さあ、ドラマルート突入しましたね。あ、松永と秀吉がいる。これはいいですな。多分初かもしんないね。うん。じゃあ、とりあえず、お尋ね物探しだけつけて、で、衣装買って、これでいこっかな。ドラマルートを突入。聞いてくれ、サビスケ。僕はもう一度秀吉様に会おうと思う。何？あの時家康様から流れ込んできたんだ。決意、後悔、そして痛みが。めっちゃいい。あんな人が苦しむところなんて見たくないんだ。それにこのまま逃げ続けても何も変わらない。だから僕は秀吉様に会う。そして詫びるんだ。あの罪をお許しいただけるまで。はっ、殊勝なこった。一応言っとくが、それならそれで俺は好きにさせてもらうぜ。なんだろうな。秀吉を始末して追手が収まるなら万々歳だからよ。ああ、好きにしろよ。僕は負けない。お前にも僕自身にも。ああ、なんかどこまで行けば。なんかね、なんかモヤモヤする。覚悟撃破にこだわるな。取り囲み押し進みながら潰していけ。ここ初だよね。あ、フーマもいる。これは半兵衛とフーマか。まさか、OK、この軍勢は。へえ、咲いてんじゃねえか。炎と風が絶好の野立日和だぜ。そう思うだろ、わびすけ。ほう、この場に砂人が訪れるとはな。それも、なるほど、これは実に懐かしい。へい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 。松永、久秀様。そう、久秀がいるんだよね。なぜ豊臣と戦など。ごきげんよう。ごきげんよう。私のことなど気にしないでくれたまえ。目的は私ではなく彼だろう。覇王よ、こたびの左席亭主は慶だ。案ずることはない。彼らに限って武作法などありえないよ。松永よ、貴様に言われるまでもない。強いな、やっぱ豊臣で茶道すら務めた男なのだからな。利休よ。さあ、半兵衛。それは誤解です、秀吉様。どうか今一度の左席を、僕の声を聞いてください。どういった？教えてくれないか、利休君。あの日、君と秀吉の間に何があったの？半兵衛様もご存知でしょう。僕の特質、共感癖とでも言うべきもの。他者の心を。オッケー。ああ、話聞けばよかったな。流れ込む。まあいっか。やはりにわかには信じがたい、ね。ちょっとお尋ね者を倒しに行くわ。秀吉にも意見できる君は貴重な存在だ。秀吉と話し、豊臣へと戻ってくる。誰が戻るかよ。お前らなんぞのところにな。ああ、相当嫌なんだな。ふん、豊臣の軍に勝る者などなし。戒名は見知らぬ男だ。どうでもいいな。涙おさめ。早く呼び取らせてください。発見。あなた方の諦めを。で、次風魔だね。東大の寺がごとくもろくも焼け落ちたまえ。騒がしいな、風魔。風魔なんか初めて戦う気がする。おい、かっこよすぎだろお前。
過去を振り返りたい。何相馬と何今の技、新技か。葬ってくれる。あなたはひどく薄れていて心が感じ取れない。彼の方はあの役人は敵人やもしれないな。ケイもそう思うだろう。はい、なるほど。あの役人、あなたはいた。キボッティエー、やっぱキボッティエー。このゲーム見ればぶたれるものだ。そうだろう。力の差を思い知らせてやるわ。お許しよ、後で必ず手当てに戻ります。大層な偽善ぶりだな、うん、それはもう用済みのものだ。放っておいても構わないよ。さあ来ました。利休よ、安兵衛に何事か語っていたようだな。申し訳ありません。ですが話さねばならないと思ったのです。秀吉様、友のために生きることは恥ではありません。それは時として大義よりも。勘違いをするな利休。お前に切腹を命じたのは、うん、我が腹を探られたからではない。お前は人の弱気を白日のもとにさらす、うん、お前はこの世の弱気を助長させる災いなのだ。そんな、僕はこんな僕でも皆のためにと。鏡を浴びせて。よう秀吉。いや分かり合えないのか。ありがとうよ。無邪魔、死ね。大丈夫か。でも松坂いるから変わってやるぞ。早く変われよ。出なきゃ無理やり奪っちまうぞ。頼らないぞ。何があってもお前には。弱兵はいらぬ、我が軍より去れ。おう、秀吉様。ここで払う。うわー、きつい。おお、すげえ。これが秀吉とのあれなのか、専用の。あれをなしたら寂しけどうだったか。それとも用はねえんだ。お前らみたいなソチャにはよ。痛い。俺の心が振り回すな、振り回すな。お前、こんなことやこんなことが白日のもとに。待ちわびたい、サビなるもの。やはりケイはそうでなくてはな。お前の好みなんざ知らねえよ。下がってな。用があるのは秀吉だけだ。ケイは一見非常に見えるが、実はもう一人のために燃えているのではない。おりゃー。いや、収拾収拾、全てが終わった。全てが終わった。シャワンの期待を裏切るな。あ、バサラザ打ちたいな。ディキュー、やっぱ4はね、夢中になっちゃうね。実況のことを忘れてる。どう、違うぜ。それはかすりもしない。いい加減やけどするぜ。最終戦誰なんだろうな、ドラマルート。できるよ、呼び覚ますな。人の根源に眠る弱気を。秀吉様。うん、僕は あれ終わったか。このクソ野郎が。松永おるぞ、松永。多分大丈夫か、大丈夫か。あ、やっぱり乱世の一角たる覇王も今や昔か。ああ、バイオに出てきても違和感ないやつや。見事なものだ。ウェスカーみたいなやつや。
彼はケーラのことをこの世に不必要な災いと評したが、私はそうは思わないな。なんだと？詫びなる刑が持つ力、共感とは実に稀有なものだ。他者の心を感じ取れるということは、すなわちこの世すべての感情を知るに等しいのだからな。あ、かまどに火を灯し、こねるも一興。千のサビスケ、千のワビスケ。私がケーラの傷を癒し、保護しよう。真のラスボス。今日から私がケーラの死だ。真のラスボス松田が。え、待って、やられたんだけど、あれ生きてる。いや、足利なんだけど、なんかやっぱザラスボスって松田がだよな。そんな感じするわ。上杉なんだ。はい、じゃあお尋ねも探しつけていきましょうか。そのまま。あれ生きてんだけど私。さて、もう傷は癒えただろう。うるせえぞ。クソ痛えに決まってんだろうが。いや、すまなかった。手加減は苦手でね。ところで、もう一人の刑、詫びなる者は目覚めないのかね。ああ、秀吉との一件がよほど答えたみてえだな。もう何も見たくねえだとよ。それは困るな。私の目的のためには、なんだよ目的、彼のありようが不可欠なのだ。無論刑のその力もだがね、錆びなるものよ。け、それで俺らに何をさせてんだ、お師匠様よ。そうだな、それは道すがらに語って聞かせよう。だがまずは彼の目覚めを促すために、神を手にかけるとしようか。弟子たちよ。ああ、弟子になるのね、松永の。ぐずぐずすんなよ。そうだ、君たち松永の弟子になんだ。来ましたね。来ましたよ。しかし、すでにこの地は毘沙門天の手の上に。上杉全軍、包み込みなさい。ごきげんよう。ごきげんよう。最も神に近き者よ。兄の命をこの者のために使用するが構わないかね。いずれ、そなたが牙を抜くとは感じておりました。ですが向こうの身は、そなたは、いや、普通はやっぱ軽いな。難しいぐらいがいいかもしれん。あれが呼んだか。いや、あいにくだが選べねえんだよ。お尋ね者の上か。向こうでもね。じゃあ俺なんかよ。なあ、いいのかよ。どこか。お前らは足利の配下同士だったんじゃないのか。弱っ。それなら無用な懸念だと思う。何しろ、ゆくゆく刑には帝とし合ってもらうのだから。帝ね。やるだろ。暗殺か。俺は下手だぜ、言っとくけどよ。案ずるな。結果など求めてはいないよ。私が見たいのは、その稀なる衝突そのものだ。
帝の内側にはまだ見ぬ感情、そのかけらが眠っている。それら全てを引きずり出せたなら実にとりあえず全滅させたぞ。深いだろう。それにワビスケを使おうってか。うん、間違いねえ。壊れちまうぜあいつはよ。惑わず御仏のもとへ。無論そのためには K の助力が不可欠だ。彼と一つになり支えてあげてくれたまえ。心もう一つだけどな。体を。おい、そりゃ俺に死ねって言ってんのかよ。消えてたまるか。冗談じゃねえ。まだ助かるか。一緒に救い出すんだ。神を恐れぬか。はい、オッケー。ワビスケ、いいな。そのまま寝てろよ。ずっとな。彼のためにか。いや、本当は本当に悪いやつではないんだよな、多分。うん。黙れ。お前が決めんな。俺の、俺らのありようを。図星か。さすが松永。あの方のお心を。カスンやカスン。私などにはこの部位は見るよな。誰だって見るよな。だからこそ私は冷たくきらめく剣でありたい。あかんポーズやねこれね。あきまへんよ。私も試される時が来ましたか。安平不動、乱れに動くなかれ。ドゥ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 。誇れ、そなたは兵をつぎ込むに足る武人よ。とりあえず先陣壊すか。あだ打ちなんか考えてねえが。やるしかねえ。はい、じゃあ陣壊して。待つのです。失う明日を恐るるなら。てんてん先行がネギをしょって現れたわ。お前の戦を見届けましたよ。ウェイウェイ。で、恩主実績ギフトかな。なんか樽が落ちてきた。さあ春日行くぞ。さあ春日待っててね。あ、こっちから向かってきたね。イラついてんだよ俺は。邪魔するなら殺すぜ。女だろうがな。こっちのセリフだ。剣心様を狙うならば砂人だろうが始末する。ダメだサビスケ。あ、出てきた。ワビスケ、バカ野郎。こんな時に目覚ましてんじゃねえぞ。なんだこいつらは。二人いるのか。ああ、紹介しよう。私の弟子こと真なる不足だ。オッケー。君の熱意、彼らのために捧げてくれたまえ。捧げてくれたまえ。逃げてください。あ、僕はもう誰も殺したくない。殺したくないんですよ。なんておぞましく哀れな男なの。同情はするが、私はお前を倒さず引くわけにはいかない。殺してしまった。また人
もう嫌だ、もう嫌だ、助けてくれサビスケ。ワビスケ、うん、すり寄んじゃねえ俺に。どうなるんだ。いや、一人一人ストーリー濃いな、マジで。人は受け入れがたい事実というものを簡単に否定するもの。すげえよこのゲーム、マジで。それぞれ一人一人に個別ストーリーがあるから面白い、やっぱ。この日の元にて、幾度となく繰り返されし選定。ダラランラン。もう戻れないんだよ。手にかけてしまったんです。僕はあなたの大事な人をな。御霊が入り乱れて、なんと動き、仕方がないのだ。誰が私としても手段を選べ。寂しいって全然当たってない。弟子、彼はまさに聖人、最も気高き者の一人だ。だが、待って、リキュー楽しいぞ。刑を許す気はないようだな。助かります。サビスケ、どこに行ったんだ。サビスケ、助かります。ああ、助かります。助かります。僕か。ん、どういうこと、何事。どういうこと。調子はどうだね。いい気分です。まるで生まれ変わったような。それは何よりだ。わびなる者の特質に、さびなる者の精神、武芸って合体したってこと。それらを兼ね備えた剣こそ、合体したって言い方おかしいけど、帝の前に立つにふさわしい。では向かうとしようか。斧が欠落を埋めてもなお、人の何かを取り込まずにはいられない上し者、不足の美よ。え、どうなんのよこれ。これで終わり？あ、まだありそう。まだある、まだある。まだ最終戦じゃなかったみたい。いや、どうなんのかねこれ。待たせたな、久保殿。ようやくにして訪れた約束の時だ。おお、実に実に待ちわびたぞ友よ。してそちらの若者が。シャンクス。千利休と申します。何卒お見知りおきよ。これより我が師久秀の命に従い引きずり出します。あなたの五臓六腑に至るすべてを。ほう、世のすべてと来たか。大きだな友よ。だがそれがいい、それがいい。彼という名の姿見により、あらゆる刑が引き出され、その熱き本流が全てのものを照らしゆくだろう。この今も行く末も、そして私の内に眠りし欠片をも。なあなあ、どこまで行けば、どこまで行けば。あ、もうこれいきなり足利パターンだよねこれ多分。ここの足利強えんだよな。さ あ、 あ、これいきなりパターンやね。混じり合いし不足、千の利休よ。はい、ご覧ください、我が師よ。サビスケは、サビスケ、
じゃあ今一つになったってことでしょう。じゃあどこかなんかサビスケが恋しくなってきたな。おお、すごい。僕は災い、尊敬すべき相手を、神を、罪なき人を、友を、死に至らしめた災いです。なるほど、その鍵ロイもまた心地よいな。アシカがめっちゃかっこよくない？やばいって、別ゲー別ゲーなにこれ。これでこれより世が日の本のあるしか。待っていろ、熱を求め、凍えかけし友がらよ。やばい、サムネに困る。サムネどうしよう。世がその方を導こう。この世に生まれ落ちてよかったと、そう思えるように。そのために並べる方がなくなるのは寂しくもあるが、なお。アシカがイケメンやな。これが心。人の根源となりうる宝、名も知れぬ一人の子に愛されし歌か。思うがままに姿勢を巡り、学び、時に遊ぶ。それがもはや叶わぬとくれば、いささか歯がゆくもあるな。それもすべて足利の血を引いたればこそですが。あなたは高潔だ。ヘドが出るほどに。なぜだ、なぜ民草はこんなにも冷え切っている。要はこんなにも熱を欲しているというのに。ああ、なんだ、あなたじゃないか。冷めているのは寂しい人だ。あなたはくしょー、あいつだ、僕だ。でも同時に煮えたぎっていて、優しくて、はい、冷たい。そこまで世に感じてくれるか。感謝するぞ友よ。だがまだ足りぬ。もっともっと世を知ってくれ。この心の波は大きすぎる。友よ、やめろ、もう入りきらない。俺は、僕はあなたじゃない、お前じゃない。割れたか。まあよく持った方と言うべきか。さて、見るべきものは見たし、捨てても構わないが、帝よ、一つ私に奇跡を授けてはくれないかね。慈悲のつもりではないが、試してみたいことがあるのだ。うん、申してみよう。その方には何か特別な礼が必要と思う。まだ話すかな。どこだ、サビスケ。将軍様がひどいんだ。僕に心を押し付けて、いじめて。一つの器に二つを宿す。喘ぎ混じりし混沌の友よ、回せ。回せ、サマベの旋盤を。回る。いや、ちょっとね、今会話聞いてるからね。はい、痛い痛いよ。
強いんだよね、ここの足利が。誰だ、サビスケは、ワビスケは。 BGM がめちゃくちゃいい。イラ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 イ、ガードいい、終わった。じゃあ倒すか。誰が寂しい。はい、うん、はあ、俺は、うん、僕は迷子か。サビスケ、サビスケ、どれ、試みに一つを二つに分けてみようか。なに、良き宝への返杯だ。気兼ねなく受け取りたまえ。どうする？Kには、別離を送ろう。もう別ゲー、もう何これ。これバサラだよな。どうなったの？ん？サビスケ。え？ワビスケ。別、別離した？分離した？分離したんだけど。君たちは何をしたんだ？なるほど、最終的にはあの、を駆け抜けた英雄、なんだろう、分離するということで、はい、こうして、皆さん、千里宮ご視聴いただき誠にありがとうございます。先ほど見ていただいたのがドラマルートの最後ということで、うん、まあ最終的にはあの2人に分離したということで。まあキャラのキャラ選択のこのアイコン的なものが2人に分離してるんで、うん、まあそういうことなんじゃないかなと思いましたね。まあどういうことっていう話ですけどね。じゃあ、次回は戦国創世極みルートをねやっていきたいと思いますので、そちらの方もご覧ください。ではお疲れ様でした。